蘭学こと始め明治2年間。蘭学ことはじめは、文化12年、83歳の杉田玄白が、蘭学早々の当時を改装して記し、大月玄卓に送った手記、上下2編。当初は、乱東こと始めという題名であった。その他にも、オランダこと始めとする記録がある。日本における、蘭学導入早々期の経緯が、現場にいた者の,の目で描かれ、資料として、第一級であり。 文学性も高い。高齢になった日本蘭学の先駆者、杉田玄白は、自身の死後に蘭学早々期の史実が、後世に誤り伝わることを懸念し、自らの記憶する当時のことを書き残そうと決意した。文化11年に一応書き終わり、皇帝の大月玄白に肯定させ、文化12年に完成を見る。本書は、玄白自筆の原稿本とその写本の2冊のみ書かれ、 原稿本は杉竹に所蔵され、写本は玄白に送られた。この時、玄白83歳、2年後の文化14年に玄白は85歳で死去した。その後、杉竹の原稿本は、安政2年の安政の大地震による杉竹の被災で失われる。また、大月家の写本もいつか散逸し、 完全に失われたものとされて関係者から惜しまれていたが、幕末の頃神田公平が、湯島の露店で偶然に、大月家の写本を見つけ、明治2年、玄白のひ孫の過ぎた連郷による構成を経、福沢諭吉はじめ有志一同が、蘭学ことはじめの題名で刊行した。その後再発行を重ね、日本における西洋医学導入期の当事者による、貴重な一時資料として広く、 一般に読まれるようになる。戦国末期の日本と西洋の接触から書き起こし、乱放医学の発祥、青木昆用やノロ現状による、オランダ語研究などを記述する。白尾は、オランダ医学書、ターヘル・アナトミアを翻訳する苦心談である。明和8年3月4日、前の両宅、杉田玄白、中川純安らは、小塚っ腹の形状で軽視者の不分けを見学し、 ターヘルアナトミアの通販が正確なことに一同感銘して翻訳を決意する。辞書すらない当時の環境下で、苦心のうち翻訳を進め、安永3年に解体新書として刊行する。特に両宅の名は解体新書には記されていなかったため、本書で初めてその業績が世に知られた。他にも、平賀源内、桂川補修、武部聖安、大月玄宅、宇田川玄心、 稲村三白など、同時代の蘭学者のエピソードが記される。蘭学ことはじめに描かれた、花とは、顔の中でフルヘッヘンドするものなりという文の、フルヘッヘンドという単語の意味がわからず、幼霊を集め、庭を履けば、チリ役と集まりてフルヘッヘンドするなどから考えた、結果、うず高いという意味だと推測するに至る逸話は、菊池博士の大正10年の小説、蘭学ことはじめ以後、 広く知られるようになる。しかし1982年に、坂井静が、ターヘルアナトミアを原点から翻訳すると、この単語はその中にないことが分かり、報道もされた。片桐和夫は、バーヘブンという、盛り上がったという意味の単語がこれに該当する、ものだろうと指摘している。片桐、蘭学ことはじめ講談社学術文庫、156p、ありがとうございます。